体調は咳だけ。熱は昨日の夜微熱で今日は下がってた。眠たい。でももう行かなければならないのだ。私は眠たい。朝の TikTok？ あれ編集じゃないで、ただ切って撮ってるだけやで。読んだやつメモしてんの忘れてた。まあ、いっか。でスカイダイビング2回出てきてない。ほらほらほら2回出てきてる。伏見稲荷は2回出てきてない。あ、違う。朝ごはんは食べました。つぶり切れてないミント、おもろ。
消しゴム、消しゴム、あった、めっちゃ目の前にあった消しゴム。眠たい。することないな。こう、おさげちゃうで。おさげ勘違いしてる人めっちゃ多いよな。おさげって三つ編みの答えで。ただの低めのツインテールでおさげっていう人が割と多いけど、おさげは三つ編みですよ。編み込みでもなくただの三つ編み。紐も緩い。出かけってわけでもないねんな今日は。別にお出かけほどいいもんじゃない。雨らしいな。眠たいな。あと5分か。咳してたからさ、
声が出へんねん。さっきランキング読もうかな。13位、ラベンダーさん、ありがとうございます。12位、チャーハン部入部希望さん、ありがとうございます。11位、特別警戒中さん、ありがとうございます。10位、なるにさん、ありがとうございます。9位、りっちゃんさん、あー変わったね、変わったね。13位、特別警戒中さん、ありがとうございます。12位、なる兄さん、ありがとうございます。11位、ブロスさん、ありがとうございます。10位、りっちゃんさん、ありがとうございます。9位、まさきさん、ありがとうございます。8位、ウレオーズさん、ありがとうございます。7位、さとくんさん、ありがとうございます。6位、小さな声のメロディーさん、ありがとうございます。5位、まきこさん、ありがとうございます。4位、かまかりさん、ありがとうございます。3位、まちかぬくきとるさん、ありがとうございます。2位、あらけんちゅびさん、ありがとうございます。1位、だてちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。のんびりもしてられないんですよね。毛じゃないんだけどね。あと2分。でも一番嫌なんがさ、公演の時にこの喉だけ残ってさ、咳だけなくなるのが一番嫌。だって風邪っぽく見えへんのにさ、喉だけ痛いからさ、歌われへんかってなんか売れそうで嫌やな。それやったら席のことだし、か全部治るか。買い物というかね、買い物より本当は本質があるんですよ。本質っていうかやることがあるんですよ。眠たい、寝たい。あと1分。15分や。よし。ありがとうございました。さよなら。